高橋美穂は元新潟テレビ21のアナウンサー。北海道門別郡優別町出身。筑波大学社会学類卒業。学生時代は筑波放送協会の会長を務め、BS 朝日ニュースアクセスに女子大生キャスターとして出演したことがある。2010年4月に新潟テレビ21入社。入社と同時に丸ゴリにレギュラー出演し始めた 地上デジタル放送推進大使も務めた。2013年6月28日、スーパー J 新潟出演をもって、新潟テレビ21を退社した。退社後は2014年5月10日に、デッキー401で行われた、殺処分ゼロを目指して、君ならできる、オリジナル T シャツチャリティ限定販売会に、ボランティアで参加したことが確認されている。AB、ポンちゃん卒業。 山田みのアングル。似顔絵師。山田みオフィシャルサイト。2016年1月3日閲覧。退社した、笠西さやかの公認。スーパーアジ J2、伊形。6月28日、高橋アナウンサー旅立ちの日。Facebook。2016年1月3日閲覧。チャリティー販売会。山田みのアングル。似顔絵師。山田みオフィシャルサイト。 2016年1月3日閲覧、ありがとうございます。